こんばんは、サトルです。今日は毎日の習慣にしたい15分の夜のヨガを行っていきます。今日のテーマは習慣です。ヨガをやりたい目的、やっている目的、それがダイエットであったり、体の不具合であったり、心の不調であったり、それをたどっていくと、ほとんどの場合、習慣に問題があります。運動不足であったり、自律神経の乱れから来る不調であったりね。なのでその悪い習慣をやめるとともに、今度は良い習慣に変えていく必要があります。良い習慣、そう、ヨガを習慣にしてください。イメージとしては、1日気合を入れて長い時間やるよりも、少しの時間を毎日コツコツ行ってください。その方がヨガの効果を感じられると思います。今日今から行うような簡単な心地の良いヨガを僕はお勧めしています。その方がどんなにテンションが下がった日も苦にならず続くと思います。では今日も一緒にヨガをやっていきましょう。今日も一日お疲れ様でした。これからはヨガの時間です。では最初に座ります。足を前後にして、あぐらにして、手は楽なとこに置いて呼吸します。呼吸は鼻から吸って、鼻から吐きます。呼吸であばらと胸をよく動かして、呼吸の音を聞いていると頭の中も静かになって、余計な力が少しずつ抜けていきます。急いでた気持ちも緩んでいきます。余計な力が抜けて、急ぐことも焦る必要もないです。呼吸の音を聞いてると自分のことをよく感じれます。ヨガをすることは五感で自分を感じてます。その習慣です。自分を五感で感じる、そんな時間、そんな習慣がなかった人、今よく感じてください。ゆっくり目を開けて、呼吸の音をずっと聞いていきます。ヨガとはそういう習慣です。だからすごく簡単です。その呼吸とともに少し動きましょうか。じゃあ四つん這いになって、呼吸の音がよく聞こえて、その吸うタイミングで背骨を反らせます。背骨を反らせて、目線も上、吐く息で丸めて、今度はまん丸、吸う息反らして、吐く息丸めます。では繰り返して、背骨がニュートラルで動き止めて、では今度背骨をねじります。右手を左手の下差し込んで、右こめかみがマット、左の指先天井伸ばして、上げたその手の甲を右の骨盤、遠い方の骨盤のグリグリに当てて、肩を左に回すと背骨が左ツイストで呼吸する。
まっすぐな背骨で溝落ちの裏あたりが一番よくねじれてればバッチリ。よく呼吸する。熱い呼吸を背骨の真ん中通すことで吐く息ごとにねじりが深まります。手は添えとくぐらいで、メインは熱い呼吸が背骨真ん中通ることで背骨の緊張がほどけてきます。もう一呼吸、深く吐いたら吸うときに指先天井を戻して顔の前ついてゆっくり起き上がって四つん這い。今度逆やりましょうか。今度左手差し込んで左こめかみがマット、右の指先天井伸ばして上げたその手の甲を今度左の骨盤のグリグリね、で肩を右に回すと背骨がツイスト。同じように深い呼吸を入れます。鼻から吸った呼吸を背骨の真ん中通して尾低骨まで届けます。だから骨盤の奥にもしっかり届いて内臓が温まっていきます。イメージすると本当にちゃんとお腹って温かくなってきます。もう一呼吸吐き切ったら指先天井を戻して、じゃ顔の前ついて起き上がって四つん這い。チャイルドポーズ、お尻かかとで体ももに預けて、おでこをマットにペタッとくっつけられたらくっつけてください。じゃあそこで呼吸します。上体の重力で体とももがペタッとくっついて、お休みしているけどよく集中できます。おでこマットにつくのが辛い人は手を重ねてください。余計な力が吐く息ごとに抜けていきます。四つん這い戻って足の指をついてお尻を浮かせて膝裏ストレッチ、ダウンドッグっていうポーズ。上体が逆さま向いてます。だけど呼吸の音がよく聞こえて、その呼吸の音を聞きます。頭いい部分はあんまり必要ないので、もうお休みしといていいよって送ります。吸う息でプランクポーズ、腕立て伏せの状態になって吐く息で伏せます。膝と胸顎ついて、吸う息でうつ伏せから背骨反らせるポーズ、コブラのポーズ。吐く息でダウンドッグ、吸う息で右足を両手の間、一歩じゃなくてもいいです。吐く息で前屈マットの前。じゃあ膝曲げていいので両手ちょこっとついて、膝裏ストレッチ。これ痛いと苦になって辛いのもあるし、あと痛いと体は逆に負担かかっちゃうので心地いいとこ。もう一呼吸吐き切ったら頭最後で起きて、合掌の指先を天井向けて、辛くなかったら目も上向けて吐く息で胸の前。肩が力入いてたら抜いて呼吸します。目線真ん前か若干上にしましょうか。目線に壁が入ってる人も壁突き破ってどこまでも遠く見てください。そこで自分の呼吸をよく聞きます。呼吸の音、手のひらの感覚、心臓が動いてる感覚、吸う息両手頭の出合掌、
吐く息前屈して、吸う息右足を後ろ、吐く息でダウンドッグ、吸う息でプランクポーズ、吐く息で伏せて、さっきと一緒、吸う息でコブラのポーズ、吐く息でダウンドッグ。2、3呼吸を置きます。かかとしっかり蹴って手でマットを押すと、膝裏ストレッチかかりながら背骨が長くなっていきます。次吸う息右足両手の間、吐く息でマットの前で前屈して、吸う息を起きて頭の上合掌、吐いて胸の前、吸って頭の上合掌、吐く息前屈して、吸う息左足後ろ、吐く息でダウンドッグ、吸う息でプランクポーズ、かかと頭頂できたらまっすぐ、吐いて伏せます。筋肉を使うと体が内側から温かくなっていきます。吸う息でコブラのポーズ、背骨全体がアーチ、吐く息でダウンドッグになって、3から5呼吸を置きます。もう一呼吸、熱い呼吸を吐き切ったら、吸う息左足両手の間、吐く息で前屈マットの前、痛くない前屈ね、痩せ我慢しないです。吸う息で起きて頭の上合掌、吐いて胸の前、少し呼吸を置きます。吸って両手頭の上合掌、吐く息前屈して、お尻もしゃがみ込んで、じゃあ頭どっちでもいいのでマットに仰向けになって、手足ブラブラと動かして、動きを止めて目を閉じて、呼吸ももう普通の呼吸にして、最後のポーズ、シャバーサナ。特別何もしないです。何の条件もなく、自分がここにいるだけ。呼吸も意識しなくても必ずやってきます。そこには何の心配もいらないです。体がマットに溶け込んで、地面にベターッと広がっていくイメージ。広い真ん中に自分がいます。余計な力が抜けたことで、真ん中でより安定してます。
両膝を立てて横に転がって起き上がります。シャバーサナを続けたい人はもう少し続けておいてください。じゃあ最初の安楽座で座って、ではこれで毎日の習慣にしたい15分の夜のヨガを終わりたいと思います。ヨガ楽しいですよね。他にも動画を上げているので明日もヨガをやってみてください。僕はこんな感じでフィットネスやスポーツとは違った感覚のヨガを行っています。ヨガのことを知りたい人は初心者に向けたメールマガジンを無料で発行しているのでぜひ購読してください。誰でも参加できるオンラインのヨガレッスンも行っています。内容は今日ぐらいの穏やかなヨガをやっているので、今日のヨガ心地よかった人なら誰でも参加できると思います。あとヨガの先生にはヨガの誘導の言葉の電子書籍も無料でプレゼントしています。詳しくは概要欄を参照してください。では次の動画でまたお会いしましょう。